はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ハリファイバー国葬会場へようこそ。本日なんですが、ハリファイバーがね、禁止化されると、マスターデュエルでも、いうことで、ハリアドンができなくなるんですよね、今後。まあ、ハリファイバー作ったデッキいくつかあるんですけど、やっぱ一番強かったのはハリラドンのギミックを使っているあのデッキだと思ってるんですけども、まあ、それができなくなるということで、ちょっと今回はですね、ハリファイバー抜きでラドンするギミックをちょっと皆さんにご紹介していこうと思ってまして、OCC の方でもね、ハリファイバー禁止になるっていう話が、出た時に、じゃあバリケードベルク使ってバリラドンすればよくねっていう話になったんですよ。これがね、バリケードベルクっていうモンスターがいて、これ、カードメーカーが異なるモンスター2体で作るって機械族なんですよね。で、こいつを展開していくことができれば、あと機械族用意するだけで、ラドンのその召喚条件である機械族2体っていうのが、満たせるんで、これ、要するにバリアドンっていうギミックで、ちょっと有名になった一瞬。まあ、使ってる人あんまり、なんか見たことあんまないけど、このギミック結構強いんですよ。なんでかっていうと、一番ショートできるんで、これ。これ手札1枚からいけるんですよ。なんで、言うて、ハリファイバーが、いなくなってしまっても、ラドンはできるっていうところを今回ちょっと皆さんに お見せしていきたい。で、初動札、かなり多くて、スクラップリサイクラー1枚からいけるんで、まあ、スクラップリサイクラーに変わるカードであれば何でもいいんだけど、スクラップエリアから、スクラップラプター持ってきて、ラプターで、リサイクラーにつなげていくムーブがあるんで、まあ、ラプターイコールリサイクラーなんですよね。だから、化石調査とスクラップエリアで、全部で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 枚あります、これ。今回。初動に使えるカードが。これ大体ね、初動率 80% 以上はあるんですね。こうすると。40、この、ちょっと、デッキ構築下手くそで41枚やってるんだけど、41枚の中の初動札11枚だと、もう大体 80% 以上あるから、80% で、ラドンができると。展開止められなければ。で、展開の方法は、見ていただければわかるんですけども、ラプターから、ワイバーン絡めて、リサイクラーめっちゃ使いまして、ワイバーン、リーブ、バリケドベルク、ラドンみたいな感じで繋いでいきます。はい。まあ、ちょっとこのギミックはね、対戦中に、ご覧いただきたい。というふうに思ってますが。で、ラドンの、まあ、ギミック、まあ、たどり着けるんで、これ正直何使ってもいいんですけど、今回は、ちょっと最近お気に入りの、このシャルル・サベージギミックにしてきました。はい。まあ、このギミックね、ちなみに、ラドンギミックって、なんかデッキの中に何入れるかによって、その暴天荒のルートとか使うのもあるんですよね。多分暴天荒を使う方が、一応、その、できることはめちゃくちゃ増えるし、先行制圧盤面めっちゃ強くなるんで、これ使いたい方はね、暴天荒採用していただいて、リフンとか、レベル7モンスターとか採用した方がいいかなと思うんだけども、今回は、メインギミックは、まあ、なるべくコンパクトに抑えながら、エクストラデッキに予約を持たせて、バリアドン採用できなくても、もう一回バリアドンするっていう、そういうね、絶対バリアドンするギミックみたいなやつをぶち込んできたんで、ちょっとこういうの2枚入ってるんだけども、こういうモンスターね。暴天荒のギミックじゃなくて、シャレルサベージをするギミックですね。これね、まあ、これはこれで強くて普通に。シャルルが、ローラー巻き込んで出していくんだけども、そうすると、煙玉が、装備できて、相手のハンド全部見ながら判別できるんですよね。先行で。だから、相手の後攻で強いカードとか、まあ、初動カードとか、あとそれから金敵とか、まあ、ラートマとか、そういうの全部抜けるんで、これ結構強いんですよ。で、シャルル自体がローラン装備して相手カード破壊するっていう、妨害にもなるし、サベージも、無効効果あるんで、まあ、これ、実質3妨害みたいな感じなんですよね。なんで、まあ、ここを、活用して、まあ、後続のゴッドフェニックスサーチしといて、3ターン目からゴッドフェニックスとシャレルとサベージで攻めていくみたいな、感じのギミックにしてきました。はい。回し方はね、1枚初動なので、まあ、ここ止められなければ、なんとかいきます。ただね、やっぱりね、そのね、誘発貫通力だいぶ減ってるから、あれ、ハリファイはないから。だから、まあ、やっぱり、ね、抹殺破壊はマストで入れていただいて、まあ、あとは、まあ、サブプラン。その結局、ハリーラドンができない、バリアドンか。バリアドンができない場合に、まあ、サブプランでモンスター2体並べられれば、アナコンダからのデスフェニーっていうのができるようにしてますっていう、まあ、感じですね。もう意地でも、バリアドンを通していくというね、人格デッキとなりましたが、まあ、言うてラドン生きてるんで、普通にやってることはめっちゃ強いです。早速、ちょっと動画見ていきましょう。ビュール。スタンバイ。ハリファイバーのお墓を建てる裏ということでね、今回は、ハリファイバー禁止記念ということで、まあ、今後ね、ハリダドンができなくなるわけですよ。ハリファイバーと
アウロラドンを使ってハリアドンってやつね。なので、まあ、今回は何をしていくかというと、まあ、ハリあドローラーのロックバードめんどくさいですね。これも墓話するしかないですね。あのハリファイバー抹殺は入れてないからドローラーのロックバード、これ墓話するしかない。これあのハリファイバーを使わずにね、あのラドンを展開するバリラドンっていうギミック皆さんご存知でしょうか。これあの OCG の方でね、なんかハリファイバーが禁止になってからなんかバリケードベルクっていうのが急に注目されまして、バリケードベルク と、機械族のモンスター並べて、ラドンをするっていうバリアドンっていうギミックがね開発されてるんですよ。結局ねハリファイバーが、禁止に なると、ラドンができなくなると思ってる方いらっしゃるかもしれませんが、まだねラドンは生きてるんでね。ラドンは生きてるんで、まあ、しっかりとねラドンのムーブを見せていきたいというふうに思っております。バリアドンっていうね、なんかゴロもなんかハリアドン似てますからね、結構いいですよねこれね、はい。いやラドン、ラドンなんで生きてんだよ、もういらないんだろこいつ。なんかアウロラドンとかいうモンスターもなんかこう禁止でよくねこれ。なんかハリファイバー戻してくんねえから。いや俺はハリファイバーめっちゃ好きで、ハリファイバーから動くデッキめちゃくちゃいっぱい作ってきたし、まあ、いろんなデッキのねあのギミックを、それも抹殺をするしかない。墓穴と抹殺を引いている神ゲーが起きてるんで、これ完全にこれはですね遊戯王がうまいですね。これは遊戯王がお上手。先行で墓穴と抹殺を引けてるから、これかなり上手ですねこれ遊戯王が、これはもうゴッドハンド竜と言っていいでしょう。ゴッドハンド高くならんでるんですよ、ゴッドハンド竜。そして、ウララを無効にすることによってリサイクラが通ると。で、リサイクラによってローズネクスを墓地に送って、これ結構引いちゃいけないカードをねなるべく抑えてるんですけども、まあ余裕で引くことはたまにあります。でローズニクスの効果を発動し、トークンを出していく、クリストのトークンですねこれね。で、リサイクラーとトークンで、リンク召喚スクラップワイバー、これスクラップ展開をしていくことによってね、モンスターが横にめっちゃ並ぶんで、これ恐竜デッキの時もやりましたし、オルフェゴールの時もやりましたけども、これね結構強いんですよリサイクラーっていうモンスターが、はい。リサイクラー爆破しまして、今回完全1万ショルトになってまして、一応引いちゃいけないカードがあるんですが、これこうするんですよね。でスクラップゴーレムの特殊化してワイバーを自分で爆破していくと。でスクラップゴーレムの効果を起動して、リサイクラーを特殊化、これはもうあとはねスクラップリサイクラーをね過労死させていくっていうスタイルなんですけども、リサイクラーの効果、これは特殊召喚成功すると機械族を墓地をくれますので、これで、生物を墓地に送って、これ何でもいい生物だったら。で、2体のモンスターでリンク召喚してリーブ21を出していく、これは生物がないとリンク召喚できないんで、今ので生物を送ったっていう感じですね。でリーブ効果発動で生物カードを、セットできるんで、これでつぐものっていう、まあ、自死死者蘇生をセットして死者蘇生を発動して、自分のモンスターのリンク先にモンスターを特殊召喚できる、これによってスクラップゴーレムを特殊召喚して、またスクラップゴーレムの効果を使ってでスクラップモンスターを特殊召喚していくというスタイル。これでゴーレム組んでリサイクラーを特殊召喚し、リサイクラーが過労死していく、リサイクラー労働基準法違反。そしてリサイクラーの特殊召喚成功時効果を発動、リサイクラー君は特殊召喚成功した場合また機械族を送るため、これによって、分母001を墓地に送っていく。これちなみに一応手札になんかカード来ちゃってるとかいう場合はジェットシンクロ送るとかできるんですけど、今ジェットシンクロ君がそもそも手札に来てるっていうね。でこのモンスター2体っていうあまりにも緩い条件でバリケロベルという誰やらモンスター出していく。でこれでバリケードベルクの効果は発動できてもいいか、バリケードベルクでこれ今ジェットシンクロを送るっていうこともできます。さあそして、バリケードベルクとリサイクラーでリンク召喚現れろ、いけアルラドン、うわこいつが禁止になってねっていうことはそういうことなんだよ。これちなみに一応暴天荒とかを入れると展開かなり伸びたりするんですけども、暴天荒を入れる代わりにデッキのメインデッキの中に流星モンスターとかを結構入れなきゃいけなくなっちゃって、そのメインデッキを圧迫するんですよね。なので一応今回はちょっとそのムーブはちょっと諦めまして、シャレルムーブにしてます今私は。はい。でラドンと、まあ、あんま変わんねえか、でも言うてそこまでなんかそのやってることは装備カードとゴッドフェニックス入れなきゃいけないから、なんか暴天荒にしてもいいわここ。ただ今回のデッキはですねラドン2回出せるようになったんで1でもラドンするっていうね、ラドンがいけねえんだっていうことをねお見合いするためにね、ラドン2回できるように構築しますんで、ちょっとエクストラデッキはデッキ解説のところ見ていただければというふうに思ってます。さあオライオン効果発動、オライオンの効果によってトークンが爆誕し、ローランであれですわ、エンドフェーズにね装備カードを墓地に送って戦術を差しするっていう動きをしていきましょう。で文房具001とトークンでリング召喚現れろ、ルイキューピット、そして
ルーキーピットの効果によってレベルを1個上げていく。これによって5にしていく。そしてレベル3のトークンにレベル5のルイキューピットをチューニングしていく。進化召喚大式竜王、その獰猛なる牙を柔軟に買い打ち抜け。進化召喚現れよ、バレルロードサベージドラゴン効果発動。さらにルイキューピットの効果を発動していく。ルイキューピットの効果によって進化相談になった場合、デッキからバーンダメージ与えながらなんか攻守がなんか600くらいのモンスターをサーチできるっていう意味不明な効果。これによってもちろんネメシスコリドーというのが出ていく。はい、そしてネメシスコリドーを特殊召喚し、除外ゾーンの謎のカード、これはローズニックスでいいか、うららを戻す必要ないな。ローズニックスをもう、除外ゾーンからデッキに戻すことによって自身を特殊召喚していく。そしてレベル4のネメシスコリドーにレベル5のローランをチューニング。新規の召喚現れろ、行け遠征騎士シャレル。よし、そして遠征騎士でシャレルがリンク召喚に成功してエンドフェーズに何っけ、あれや、盗っ手の煙玉を装備することができるぜ。これでゴッドメンツギアフリードサーチ、これで後続も確保。さらにシャレルの効果発動、墓地の装備魔法カードを1枚装備、盗っ手の煙玉を装備しシャレルの効果を発動。盗っ人の煙でも爆破して相手の反動を全部見ていく。さあお前の反動見せろ勇者めっちゃ被ってんじゃん勇者めっちゃ被ってる草。これはじゃあ運命の旅路叩き落としてたから何もできないな。アラメシアと水使いはどうでもいい、そんなカードは。ちなみにそれも制限カードならしいぞ。ゲイだろうっていうことは、アラメシアの議員も水使いも止める必要一切なくて、引いたあの1枚のカードを無効にすればいいだけですね、私は。はい、簡単なお仕事ですね、遊戯王ってラドンってやっぱダメじゃね、ラドンってやっぱダメだと思うんだよね。もうこれどうでもいいよ、こんなものは。もう正直そんなマジどうでもいい、水使いマジどうでもいいよ、そのカードも。そんなねゴミカードもねマジでどうでもよくて、はい、いいでしょう。でアラメシアの木持ってくるのも本当にどうでもいい。それ残る1枚何、残る1枚は何、それは一体全体さあ見せろ残り1枚を。愚かな埋葬、何やはい向こうシャレル強え、シャレルのシャレルかけるヌスッとめっちゃ強い。なんでラドンってダメだと思うんだよね。さあハンドはまあ悪くはない、悪くはないが、誘発ちょっと受けにくいハンドではあるかな。まあフュージョンデスにあるんでまあなんとかなりそうな気はする。スクラップラプターを持ってくる。かなりね初動率はね 80% 以上ありますね。今ちょっとデッキ枚数なんかちょっと行ったり来たりしてるんであれですけども、全部で、ね、初動につながるカードがかなり多くて、スクラップラプターと、それからスクラップリサイクラー、さらにスクラップエリアと化石調査っていう、まあ、カードが入ってて、今は現状今ちょっとデッキ調整している段階なんではあるんですけど11枚入ってるんで、初動率も 80% ぐらいです、ね、今現状あまり事故ないですね。だから引きはします、初動カードを。ただちょっと止められることが、いやこういう風にね、まあ、こういうことがあるので、まあ、ちょっとそこが、まあ、難点というかね、誘発貫通力はそこまでないかなっていう気はする。まあ無限法要を打っていただいたということで、まあ、フュージョンでしたらとりあえず打つで、フューデス打って、あこれフューデスは止められてしまった時のために入れた方がいいです、絶対に。まあ、こういうギミックでハリアドンがどうなったという時のために一応展開してアナコンダさえ出せればフュージョンデスに打つことはできるんで、まあ、こういう時のために、ね、フュージョンデスにはあった方がいいかなというふうに思っております。ラドン通んなかったらダメみたいなデッキはさすがにね弱すぎるから、やっぱサブプランを用意しないとねいけないからね。はい、まあ、言うてスクラップリサイクラーに無限保養と言われて打たれると結構止まりますけどねこのデッキ。それは聞いてないハト強くねえわけで、デスガニと無限保養は破壊しておかないと、まあ、バウンスされたりとかするとめんどくさいので、まあ、ここは破壊しておく。でここ墓穴って言われるところまでが様式だと俺は思うここ墓穴でしょ、あ違う、あ通るんだ、なるほど、ここは通る、出すって OK。 幻影ね、幻影勇者ってやつか、 OK。 勇者入ってるか知らないけど、まあさすがに入ってるだろうな、まあ、勇者結構入ってるからね、やっぱね無限保養打たれた時のデスには破壊して墓地を送った方がまあ一応いいよね。墓穴よりかは勇者ギミックの方が多いから。でケルビーに、はいどうぞ、
でケリビーニ君の効果で墓地に送るカード何らかのカード送っていく。これコストで送るのやめてもらっていいか。これコストで送るのずるくね。これコストで送るの絶対すると思うんだよねこれ。おかしいと思うんだよね。あー勇者キミックか。なるほど。あーなる。聖殿の水使いはめんどくさいですねこれに関しては。いやもうこれ裏打つしかないんじゃないの。まあそれはね一妨害が構えられちゃうんでねさすがにね。まあ、ここは一回うらら打たざるを得ない。でこれでサーチ入んなくなった。であとサイレントブーツあるから一応除外してサイレントサイレントじゃねえファントムマジックトラップカード持ってこれると。シェーブリ持ってきても一応発動はできない。まあ切り剣は持ってこられるな。つまり切り剣持ってこられるまではまあ様式日オッケーいいだろう。無限放映を刺さんねえこのデッキ。ファントムフォックブレードオッケー。ファントムフォックブレードオーケー。まあでも誘発無限保養2回打ってるからシェーブリーができないのはまあありがたいはありがたいですね。ダスティーローブ効果でファントムナイト持ってこれるっけ。ファントムナイト持ってくるからこっからでもファントムナイトいないからサイレントブーツさっき使ったし、まあ、次のターンのダスティーじゃねえや、ティアスケとかですか。ああサイレントブーツなんだ。なるほどね。サイレントブーツを手札に加えていく。まあ、では OK でそれは切り剣だと思う。バトルフェイズ OK 了解です。それ切り剣だろ、まあ、多分まあ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  OK です。はい OK で一旦私のターンになりましてデスベニア戻ってくる。うららくんは出す意味ないか。うららくんは出す意味ない。うららくんは出す意味ない。で一応デスベニア戻ってこれる。これどうしようかな。切り剣ちょっと踏みに行かないと展開できないか。切り剣踏みに行かないと展開できない説ある。ローズニクスいいんだよな。ローズニクスいいんだよな。だからローズニクスでトークン出るから言うてあれだよな。バリケードベルグは出るよな多分。これは一回踏みに行って、あいやこれ展開したらよかったな。あそうそうだよね。いやこれ展開したらよかったな。展開して打ってきたところで遅延でよかったな。絶対打つもんね相手。あこれねちょっとねミスった。これ先打ち絶対ちょっとプレイングゴミだったけど許して。ディナイアルガイ持ってこれるからディナイアルガイとりあえず出すじゃないですか。ディナイアルガイ持ってこれる。いやこれ普通にその展開した時のに遅延でよかったな。ディナイアルガイは別に制約つかないですよね。ディナイアルガイ特殊召喚してで、ディナイアルガイ効果発動はしない。ダッシュガイ戻す必要は一切ない。で、ローズニックスと召喚。いや、これ絶対後でよかったわ。間違えたわ、これ。じゃあ後でよかったわ。デスベに縛り付けられたのめんどくさ。デスベに素材するのはでもちょっと違う気がするな。こうだな。で、こうして、バリケードベルクが意味不明なモンスター出して、はい。で、バリケードベルクの効果発動しない。で、ローズニクストークの効果によって、あローズニクストークじゃない、ローズニクストークの効果によってトークを出す。 OK で機械族モンスター、2体以上でラドン出していくと。えれえ強引なラドンの出し方ですね。これね1中直しないんで展開伸びないですけどね。これねそんなにはこれ言うてあれか、うらら出し、いやうらら出しても展開伸びないですね。で、こうするだろう。でだ、ラドン効果発動する、デッキからオライオン出してくる。はい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 。これあんま展開伸びないですね。まあちょっと一回ローランだけはちょっと、巻き込んでおきましょうか。ローラン巻き込んで一応、装備魔法墓地送り戦士族サーチまではいっといた方が、次のターンのゴッドフェネックスを確保できるんで、こうしてこれ後続、まあ、その展開途中で後続持ってこれるのやっぱ結構強いんですよね。これ絶対後でよかったっす、これ。デスフェニの効果。これだって絶対どっかで打ってくるもん。ここまで通す意味わかんないじゃん、だって。これ絶対後でよかった。普通にミスった。まあ、いいや。ローランとトークンで、プリングがガバいのはちょっと許していただきたい。で、サベージ特殊して、で、サベージ効果発動する。で、墓地のリンクモンスター装備していく。OK。でこれでカウンターが3つ乗ってアタックが4050までアップするぜ。うわーよし
でですね、無限法要と、サベージあるんで、一応妨害的には2妨害盤面で、でフララで3妨害みたいな感じなんで、割と強いは強いと思いますねこれね。で、サベージぶん殴りの、ケレビーには一応無限法要、無限法要じゃない、ケリケンを肩代わりさせることもできますけど、まあ、それはしないと、まああれですからね、デスティが復活しますからね。そうするとでローランは特にする必要なくて、ローランくんね、一応デスフェニの、に装備して打点上げることもできるんで、ね、一応500ポイントですけど。で、ヌスットの煙玉でいいや、ヌスットの煙玉持ち送って、で、ゴッドウェルスギアフリードを持ってくる。 OK、 でこれで構図も確保、よし変わってこい。まあ、デスフェニは死んでいる、俺のプレイングがゴミすぎてデスフェニは死んでいるが、サベージくんとアラメシアの木、アラメシアの木はこれはディギーモが止めろって言ってた、このカードはディギーモが止めろって言ってた、しんのすけも止めろって言ってたブラザーハイも止めろって言ってたんで、これあのソールドアートさんがね、このカードは止めた方がいいですよって言ってたんでね、こっちで一回止めろあらあって言ってたから止めていく。で増援はダメじゃね、サイレントプーツだろ、あいつは一枚あれ裏だろ、これ裏らぶち込んで、いやこれ結構止まるでしょこれ、あともう1枚サイレントブーツで、いや残り1枚わからない、残り1枚わからない。で増援からの、無効になって、これで結構相手意外と困ってるはず。サイレントブーツは1枚ある、オッケー、まあ、それはいい、そこはいい、何もできない。でサイレントブーツの効果を発動して、あ効果というか、1体でリンク召喚してアルミラージ出していく、オッケー了解、ここまでオッケー。アナコンダかなんか飛んでくるのかこれ、アナコンダを普通に無限法要で飛びましょう。で、サイレントブーツ、ファントムマジックトラップカードサーチ、シェードブリガンダイは使えない、ファントフォックベルトもう1枚目、OK。 まあこれデモンズチェーンみたいなもんだからね、これはでもフォックブレードは発動を無効にすると、墓地行くはずなので、サベージが強いですね、これは。はい。で、私のターンドロー。スクラップリサイクラー、なるほど。リサイクラーはダッシュした方がいいか。で、ダッシュ。で、リサイクラーを特殊召喚したいよ。で、特殊召喚に成功するとなんか機械族送れるよ。で、ファントムフォックブレード発動するよ。フォックブレードをサベージ無効にするよと。これ、発動無効、これあれどうなるんだっけ、これさ、フォックブレードあれだよね、墓地行くよね確か。フォックブレード発動無効になると永続トラップって残るんだっけ、発動無効どっか行くよね、どっちだっけ。とりあえずリサイクラー出すわ、リサイクラー出す、あー墓地行くよね、オッケー。でリサイクラー特殊召喚してので効果発動して、機械族モンスターを墓地に送れるので、これで機械族墓地送っていく。ここは生物かな、生物ですね、生物ですね、生物聖剣を送って、でリーブでバウンスして、リーブ巻き込みのなんかアクセスとか出したらいけそうだな、これスクラップはイバーンだな、これスクラップはイバーン出して、でこれ殴ったら勝ちか、これ4590900 2500、2ミリあるかもしれないからちょっと展開抑えるか。ここと、まあ、これでリンク召喚してワイバーン出す、4450しよう、4450、これ何回目だっけ、1、2、3回目2回目か、これで3回目、これで3回目殴ろう、これ殴ったら勝ちだ、これ余計なことせん方がいいな、バトルフェイス OK、 これで、サベージでぶん殴って OK、 ライフが足りている、ほら食らえ、強引ラドン通って勝ちよやっぱハリファイバーなくてもね、なんだかんだなんかなんとかなるわ、なんとかなる気がする、うん、まあ、通んなかったらさすがに弱いけど、通せばいいんだよ気合で、バリアドンがあるからまだ俺たちは参る。いやー誘発ゼロ枚は無理くせー、めっちゃ引いてるな、しかも引いちゃいけないからそこそこ引いてんな。増援、はい増援、まあ、結局ですね、やっぱねバリアドンとはいえね、マキュラすごいかもさってんの、あれですね、展開が通んなかったらさすがに無理です、基本的にバリアドンはなんかその脆いですね、だからデッキとしては。ハリファイバーって結構対応力あって、ハリファイバーが通んなくてもなんかそのアナコンダからそこから行けたりとか、
なんかね、ジェットシングル落ちてればジェットシングル蘇生してもう強引にラドンとかできたんですけど、なんかやっぱねハリファイバーがいなくなったから、そのモンスター数を稼ぐ手段が意外とやっぱちょっと手数減ってるんで、なんだかんだハリファイバーはやっぱね素晴らしいカードだし、展開の要ではある。ただやっぱりその終着地点まで行くためにはラドンが必要なんで、ラドンが悪さしてるっていう側面もやっぱでかいから、これはねやっぱりねハリファイバー禁止よりもねラドン禁止の方が俺はいいと思うんだよね。どう皆さん、あら来たおい最強コンボやめろ。くそ、まだハリアドンにこだわってるってか、ハリアドン vs バリアドンよ。これは様相を呈してきたな。神ゲーのハリファイバーからのラドン、ハリアドン vs バリキノベルクからのラドン、バリラドンの対決よこれ。どっちが強いか勝負しようぜ。過去負けそう、もうほぼ無理くせえ展開だどおりっていうね。このデッキちなみにあのちょっと枠の関係上金敵とか入ってないんですよ。金じゃなひとしずくとか、あと高校まくり用のカード、まあ、無限紅葉入ってんで一応あれですけど、ちょっとねこういうねその手札誘発を一切引けないみたいなやつはね、ほんと遊戯王やめた方がいいから。これはね俺のセンスがなかったといったところで、ジェットシンクロン、オッケー、あーオッケー、これちょっとある程度取るでサレンダーするけど、これもさすがに多分、はい、累球ね、あー終わりくせえなこれ。なんかちょっとマキラとかいうなんかモンスター見えてるから、ちょっと一応これ何するの、普通にハリアドンするだけこれ。ちょなんかマキラ君の意味あんのこれ、このデッキなんか謎だな。トラップトリック、なるほど、何してたんだこれ。あ、精霊の鏡、なんやこのカード。プレイヤー一人への効果を及ぼす魔法カードの効果を他のプレイに移し替える。わかんないわかんない、どういうこと。闇の誘惑、どういうこと。あ、俺が闇の誘惑ってこと。なんか強制闇誘されたんだけど、お前それ俺が闇属性持ったらどうすんだよ。これ今相当闇属性多いぞ環境に。お前決めさせてやったことに感謝しろ、逆に俺に、俺にお前は逆に感謝しろ。